手塚治虫先生ご紹介します。どうぞ。昔私と前田武彦と漫才やってた時に、田辺茂一の踊りだとか、清川虹子と宮城のおちかばあさんの砲弾だとかで、そういう中で先生に一度末広亭出てもらったことありまして、覚えてますか？覚えてますね。ね、永六輔のあの講談とかね、野末陳平の占いだとか、藤田琴留のこれも占いですけどね、そんな顔ぶれ、藤本義一のなんかだとか。あ、何やったっけ、何やりましたか、何やったのかな。前座に炎症師を使ったのを覚えてましてね私は前座でいいんですか、本当に前座やってましたですけどね。いや、こういうとこ出るとね、私の顔っていうのは師匠の半分ぐらいしかないでしょ。すごく見栄えがしないんですよ。何がですか？顔が小さいってことですか？つまりね、いや、私舞台顔じゃないみたい。はあ、昔ね、私仙台のね、春団治師匠に、ちょっと知り合いいましてね、それで私声がよく通るっていうんです。それで私のじいさんっていうのがね、裁判官なんです。それでね、手塚さん声通るから高座上がったらどうかって言われてですね、それでちょっと弟子入りせんかと言うんで通ったことある。弟子じゃない、弟子じゃない、教わらなかった話は、2つほど教わりました。教わりましたけどね、覚えてます、その話は。引っ越しのやつ、粗骨の釘か、粗骨の釘、割と大ネタ教えたんですな。それとね、もう一つはなんかいろいろものだった、ちょっと忘れちゃったんですね。もう40年前だからね。やめちゃったんですか？やめちゃったんです。そうだって、その時にね、その高山登った時に顔が小さいっていうのが言われて、やっぱりその話し家の顔はね、でかくなきゃダメ。昔はそう言ったですな。それでね、ベレーかぶり出したんですよ。大きく見せる、ちょっと、いや、ちょっとこう大きく見えるでしょ、はい、コックのあれも大きく見せるためのね。そうなんですよね言ってみれば炎症師匠なんか顔小さかったですよ。あ、そうですかね。馬風さんだとか、ああいう大きな顔したのもいたけど、造作の問題ですな。あ、それがあるでしょうね。いや、なぜその顔の大きさかというと、つまり漫画家っていうのはね、似顔を描くときにね、やっぱりでかい顔の方が描きやすいんですよ、似顔は。ああ、やっぱりこう小さい顔だとね、まとまりすぎ、だから女性の顔っていうのはすごく描きにくいわけ。ああでね、つまり女性の顔って大体そんな大きい顔いないから、割と大体こじんまりしてるから、だから小さく描くでしょ。で、美人に描いちゃうわけ、そうするとね、やっぱりね、似ないんですよ。似ないっていうのは、つまりまあ女性の顔っていうのはね、いいとこを誇張して似ないんですか？似ないの。それで、ね、やっぱりね、大きく描くと嫌がるね、女性っていうのは。顔すごく怒るわけ。やっぱりこう非常にこう発頭身にね、顔小さく描いて、それで美人に描いと似てなくても喜ぶんですよ、それが。そう言われてはハリスナオなんて最もいいとこだけ描いてない気がするんだと。そう思いませんか？だから面白くないでしょ。ああ、そうか、ね、でもね、選挙の人たちがみんなハリスナオですからです。それは、それは分かるよ。それはソフトにしちゃったから。そうですね、顔、どんな顔でもソフトにしちゃうでしょ。鈴木善光の選挙用なのね。選挙用なのね。山藤昌司なんていうのは違いますか？ああ、違うでしょうね。違いますね。あれもう本当に男子師匠なんてのはすごいですね。どっけが、どっけがあるっていうこんなこういうとこね。でも本当にそれがいい。それがいいんですよ。そうですね。やっぱり漫画っていうのはね、それがいい。そして似顔なんか描くときあるんですか？前描いてましたがね。いや、僕はね、もう男子師匠の顔っていうのはね、どんなに描いても、ね、やっぱりね、同じ顔なんだ、これ。まあ、それは当たり前だけどね。つまりね、男子師匠の顔っていうのはね、ハリスナオが描いてもね、それから山藤昌司が描いても、誰が描いても同じ顔になっちゃう。どういうことなんですか？つまりだから、もう向こうに与えてることが一つしかなかったってことですか？つまり誰でもね、見る目は一緒なんですよ、男子賞の顔は。不幸ですな。不幸、いや、不幸じゃない、それいいんですよ、それが。それがいいの。で、ところがね、天皇陛下の顔とかね、それから中曽根さんの顔なんていうとね、5人描くと5人用の顔になっちゃう。つまりだからそれはね、あんまりいい顔じゃない。あ、そう、一番描かれたのがね、徳川無精じゃないかと思うんで、いいのかな。それとね、今はね、岡本太郎は自分はね、デッサン狂った方が面白いな、右と左と違うですからね、あれ上と下も違うし、全然ガタガタなんですよね。まあ、そう思って見たことないけどね。だからあの人はね、とにかくね、酔っ払って描いた方が似る。いつも似る似ないっていうの基準は
先生の中の自身だけの問題でしょ。そう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 、うんうん、そうだけど、うん、やっぱりね、例えば目一つ取ってね、例えばあの師匠の顔ね、例えば目とね口が特徴あるわけですよ。その目取ってね、目一つ描くとね、これ師匠だっていう人がいるわけ。そうなると大した特徴が出るってこと。特徴が出るってこと、うん、特徴が出るっていうよりも、そのつまりその人がね、一番その描いてほしくない顔が出るわけ。うん、だからね、つまり真面目な顔してると面白くない。だからハリスナーはね、あの真面目すぎるわけよ、顔を描いてる顔が、はあ、だから美人が美人に見えちゃうんだ。美人がね、一瞬こうパッと崩れるじゃないですか、はあ、あれがその、面白い。そこを捉えなきゃいけない。それをその彼が、山藤昌司が捉えた。だけど先生の話の中にね、あの私は子供の頃に落語があるなと思ってね、それできっと好きになっちゃったんじゃないかと思う。とにかく、うん、ね、僕はね、田川水宝というね、あの野良黒を描いた漫画が大好きでしてね、あの人がその前に落語のネタを描いてたということを知らなかったんですよ、はあはあ、ところがね、僕は男子賞にもう何十年か前にお会いした時に、男子賞が手塚さんのあの漫画のギャグはね、話ネタだって、でなんかこ う, そういうことに関係あるかって聞かれたからね、で僕はね、あ、分かった。それはね、僕はね、田川水宝さんが大変好きで、あの人のその楽屋落ちのギャグっていうのはね、もう本当に面白い。で、田川さんが、この人はあの高沢露亭という、あの落語の猫と金魚だとかね、落語会社、でそれから来たんでしょう。それの影響を受けてる、ということで師匠に認められた。それまで認められなかったの、本当に師匠にね、いいとこをね、ついていただいてよかった。とにかく子供頃に新宝島っていうのを発見した時の興奮って、なんか手塚治虫ってのはいいよってことに、なんて言うんで分かんないんですよ。おさむと読めなかったから、おさむしって言うんだろうと思う。あれはね、おさむしって書いて、それで下にね、まあ宇治をつけるじゃないですか、し、だからおさむしになっちゃって読みにくいでしょ。それでおさむにしたんです。本当はおさむしなんですか。本当はおさむしなんです。あれ、おさむしっていう虫がおるわけですよ。何センチぐらいですか。これはね、大きいのも小さいのも、とにかくゴミの中におるんです。ゴミによってね、夜になると赤い日青い日に飛んで出るわけで、日中はどっかで閉じこもってなんかしてるわけ。好きなんですか、その虫が。いや、小学校の4年生ぐらいの時にね、あのペンネームでつけてもらった。はー、虫の好きなやつがおって、お前おさむしだろって、あ、そうでございますかって、それから僕は小学校の図画の時間にやっぱりサインでね、ちゃんともうおさむしというあの虫をあのサインをしたんですよ。それが始まりなの。はい、ああ、ちゃんと理由がある。理由がある、で自分の顔描くとき、なんであんな老けた顔を昔から描いたのか、あれは分かんなかった。照れですかな。老けてないですよ、若いじゃないですか。そうかな、なんか老けてるような顔を描くな。あの頃はね、もう横山隆一さんが非常に好き で、あの人がベレーかぶってるもんだからね、だからこういうね、目に見えるように描いて出す、人生の機微を出すでしょ。それと同じようにね、僕は落語っていうのはね、何もないところでですね、こう仕草でこういかにも一つのね、四畳半とかね、そういうものをこうパッと目に浮かべさせるじゃないですか。だからすごく似てると思うんだよ、僕は。だから僕はね、落語を読み出したんですよ。それでね、あの落語全集っていうのがあって、講談社の、講談社のあれをね、初めこれおしまいでザーッと読んでね、でね、オチを覚えた。でそれが漫画のネタになってる。随分ありますもん ね、 なんかありますね。ちょっと話は違うんですけどね、例えばおろおろするとかね、イライラするとか、実際にイライラっていうのとその定着しちゃったけども、ドキドキするとかって、音から来るものもあれば全くわからないのもありますな。それからその黄色い声だとかね、桃色い海で、桃色いくら分かっても黄色い声とか、その黒い噂だとか、わからないことはないけども、ああいうのも全部共通なんだ。あれはね、みんな分子が悪いんですよ、物書きが悪いの。ああいうふうに作っちゃったんだ。本当はもっとなんかそういう表現じゃないと思うんで、黒い顔声とかね、あれは良くないと思う。で、実際に漫画もね、表現ありますよ。今のその黄色い顔とか声とかね、その都度このなんていうか、こう書き分けるわけですよ。でこれは実際にはこういうこと起こらないんだけど、起こってるように見せるわけ。それはたまたま漫画堂に入ったんで、誰かの影響で自然に書く。自分で作ったのありますか。いや、ないですね。ない、ない、ない。自然に自分で作ったのは、言葉でね、なんかぶつかった時にね、なんか無牛っていう言葉が、これは僕が作った。今もう普通流行ってるから。これは戦前はなかった。僕が作った。まあそんなのあるけどね。しかしこういうのはね、全部ね、一般化しちゃうわけ。だから
例えば今の黄色い声でもね、一般化しちゃってでしょ、誰かが作ってんだけど、ね、でそういうのをね、商店って番組やったことありますよ、なんかないのかと、その紫の屋根なんですか、まあ、夜明けって歌あったけども、うん、その紫のなんていうかな、うん、まあ、お習ってる辺だけど、なんかそのなんかあるんじゃないかっていうのね、結構楽しい答えが出たのを覚えてますけどね。あ、そうなの、で僕はね、だからこういうのでね、その一つのね、つまり言葉が、これがもう言葉にならんかと思って、えつまりね、これがね、ほら今記号論ってなんで、難しい言葉でね、説明して、いや、つまりだから映画でもね、落語もそうだけど、一つのパターンがあるでしょ、一つのこういうものだというね、例えば必ずお話には枕があって、それから下げがあるんですよね、そういうふうに一つのパターンがあるじゃないですか、あれはね、一つの記号だって言われる。米丸さんの枕にね、小話がもうみんな来ると全部記号になっちゃうと、あ、そういうのありましたよ、あるでしょ、 X と Y をつなげてそこに S が入って客がウェーッと笑うんだって、ああ、なるね、いや、だからその、そういうこと、壁塗り情報とかね、鶏情報なんですけどね、あれ記号だって、あれはね、演技でやるでしょ、もう結構でやるね、あれはね、つまりもうそういうパターンがね、初めにあって、それから入るための記号だって、だからあれはね、例えば ABC のうちの A なんですよ、それから A が来て急に D が来るんじゃないし、その次に B が来るから鶏情報になるとかね、はあ、そういうふうになんかちゃんとパターンがこうあるって、で漫画もそうなんですよ、パターンがずーっとあるわけ、はあ、どういうことね、だから漫画も今言ったように、そのパターンがね、もう決まってるんで、それをそのぶち壊さなきゃいかんと、はあ、もうこういうの決まってるんですよ、だってこれ泣いたの急に笑っちゃったらどうするんですか、でもそれはまた別、それはまだ話でね、あ、そう、いや話で、話でね、あ、泣いてる時には初めにクスンと泣いて笑ってなる、そういう人のパターンができちゃってるわけ、それなぜ嫌なんですか、パターンが嫌いなんですか、パターンが嫌いなのか、ぶち壊したいんですよ、いや、男子さんそうよ、やっぱりこうね、それはパターン嫌だね、そうパターンとっても恥ずかしい、いやね、あれね、パターン死の行進ってのありますいや、嫌だね、パターンが恥ずかしいからね、だけどパターンが好きな人はもういるでしょ、文楽師匠なんかパターンを聞きに来るわけでしょ、そう、僕はね、だからね、その昔のね話、だからいいんですよ、あら、だけどね、やっぱりね、徐々にね、やっぱりちょっとこうやっぱり変えていかないとまずいと思うんだ、それは僕はね、読者の問題じゃなくて自分自身の問題、いやいや、話って落語、落語ね、古典落語ね、で古典落語でね、例えば色物でね、もう分からん部分があるわけですよ、どうしてもね、だから僕はまあ、色物じゃなくてもいいんだけど、例えばね、小若すがいでね、元能なんていう言葉が出てくるわけ、元能で打つよってね、だから元能って喋ったって全く分からんから、いちいち金槌金槌って言い換えなきゃな、それからもうこの間僕はすごく困しゃくれた子供がいてね、うちの息子の友達で、まだ小さい頃なんだけど、テレビで落語やってる小若すがいやってて、それで下げまで来たわけ、だからね、俺はかすがいかい、ね、かすがいかいだから母ちゃんが元能で打とうとしたんだねっていうね、かすがいかいっていうのはね、分かんないわけ、かすがいって何っていうね、しょうがないから、かすがいって言ったらこっちのもんとこっちのもんとこうやって組んでこうくっつけるんだったらセロテープじゃねえかって、あれなんでセロテープ直さないんだって、ああ僕はセロテープかいっていうのがいいって、分かりやすいって、そうなるとね、金槌で殴るっていうのはおかしいじゃないね、そのね、だからね、金槌じゃやめた方がいいって、で一番最初に大体金槌で殴るよってお母さんが言うでしょ、あれはね、もう時代遅れでね、今その子供にね、暴力を振るのまずいって言うの、だから手で引っ叩くのがいいって、ね、で手で貼ればね、一番最後の下げも、セロテープだから手で貼るのはいいだろうって、そこまで言うやつがいるんだよ、今の子供ってのはしょうがないんだよ、いやいや、当然それは私でもそう思いますよね、だからね、いや、それはね、だからいちいちそういうふうに説明しなきゃならない、いわゆる死語ってやつです、ね、これはもうね、もうどうしようもないでしょ、古典落語はいいんだ、すごくね、いいし、僕らの年配、いや、ところがね、この間行った時に先生言ってくるのちょっと違ったよ、そう、それはどっかに日本人の郷愁の中に春日井、ね、そう、それは別なの、別なの、それ別なの、いや、僕の言ってるのはね、つまり子供に聞かせるということの運動なの、この間もちょっと話したんですね、つまり今ね、もう古典落語をね、とにかく存続させるっていうのはね、とにかく子供に見せなきゃだ、もうね、大人はね、それはもういいの分かるし、それでもうとにかく、もう知見なんていうのいっぱいあるんだから、これはいいの、それはね、もっとね、下のね、
子供にね落語聞か古典落語聞かせるっていうのはね、もうとにかく子供はね胸割り長屋とかね、それからそのなんだあのへっついとかね、それからあの裏木戸とかね、そういうの分かんないわけ。それはこうつまり名人がこう喋るとね、子供がね全然そういうの見たこともないし読んだこともないのにねイメージが湧くわけですよ。これが僕はねすごく大事だと思う。それが日本人の心だと思う。そうじゃないか。つまりね僕らがね、まあ、絵描いてみせりゃ分かるけど、うん、分かっててもね、うん、分かってても先生の場合直接そこで本を読んでね、うん、湧いたい湧かないよっていうんじゃねえんだ。俺ね書店で買ってきてうちないそこで読むでしょ、うん、私の場合直接ですわな。あだその距離っていうのはすげえこっちが気にしちゃうね。今分からない、うん、でねあのうちの子供にね時々あの気が向くとね落語聞かせるんですよ。そのおまあ、渋谷天外さんもよくその実験したって言うんですけどね、まずこの子供の前にねこの草履乗っけてみるんですってね、とも笑うと、うんうん、とその次は今度だんだん笑わなくなっちゃうと、まあ、そういうのを含めてね、うんうんうん、とね例えば天才なら天才やってね途端に小僧が水をまくとひっかけて笑ってるんですよ。ああそれはやっぱりテレビの影響だね。よくねえなそういうの。でね、うん、それが落語というのを通して聞かせると半減しちゃうんですな。あそうですか。うん、だから そのところでもだからこれはね、何や節でね、菊春弾かせたんですよ、広沢菊春を、うん。面白いって言うんですね。で、虎蔵も面白いって言いましたね。うん、あから東さん、顔見てると面白いってね、そういうんじゃない。音だけですよ。音だけで。うん、ああ、そうですか、うんうん。だからね、その昔のことを、本当に面白いものがあれば、少しぐらいの昔の言葉ぐらいはなんとかなっちゃうだろうけどね、うんうん、それが多くなってくると、どうしようもないんじゃないかと。もっと極端に言うとね、砂漠の真ん中で日の丸見た時感激しますよね、うん、感激するのかね今のガキは。いやそれはしないしないしないでしょ、うん、で砂漠の真ん中じゃなきゃいかんの。そうじゃなくて全然あのでつまり何かのところで日の丸を見た時に、うんうん、もうそれは感動しないね。それから、うんうん、あるこの垣根を見た時にこうなるのかね。例えば門付きしたやつ見てほうクラシックかってこうなるのかね、うん、それはなりますよ。いやナウイっていうことになるんだよ。それそうでしょ、書いてナウイんだよ。ナウイでしょ。ナウイっていうのと違うでしょ。うん、違うですね。でただね、そういうね、あのまあこれ難しいけどクラシックなものをスタイルを見せるとね、逆にナウイんですよ。それ全部。だから古典落語はナウイんだよ。だからそういう部分ある。例えばね、うん、あの非風まあ時そばやったとしますよね。そしたら彼女たちがちょっと聞きに行かない、非風味よってやるのよ。これも面白いじゃない。そこね、非風味ってことが流行ったとしますよね。なんかの映画かなんかでもね、非風味っていうの見つけてきたよ。一問って言ったら1円みたいなもんでしょ。1円ごまかすために30分もやってんのよ、なういわねって言うかもしれませんよ、うん、それ目当てにやるわけにはいかねえんだね。そうなんだよね。そうなんだ、うん、いや僕はね、あの時々ね、こういうことですごくジレンマ感じるのはね、例えばあの胸割り長屋でね、なんかやってますわ、ここで、なんかこう、一人の男がね、傘かなんかの髪張ってでしょ。で、いるかいってこう、まあ、ノックしますわな、外から。だから、まあ、黙ってる、まあ、許す使ってると、大家が来るもんだから。で、大家はね、つまり、ガタガタやるわけよ。だけど障子でしょ。だから穴開けて見りゃいるかいないか分かるわけでしょ。それでいるかいって言ってガタガタやって、ああいそうもねえなって帰っちゃう。その感覚ね、うん、これはね子供分かんない。どんなにその説明したってこれはこういう一つの常識なんだからって言っても分かんない。子供穴開けて見りゃ分かるじゃない。それからよく、ね、約束事が全部狂ってきちゃってことですか。狂ってきちゃう、うん、よくね、あの盗賊がね、悪いやつがあのテレビ映画でね入ってきて、あの入ってきてね、やってきてね長屋に、それで、その目指す相手がいるのにね、そういうのは蹴破ってはいいんだよ、うん、蹴破らない、一応こう開けてみるのね、障子でもね、うんうん、で開かないと蹴破るけど、うん、初めから蹴破るようにできてるわけよこれ、うん、だけど一応開けてみるんですよ紙の、うん、これはね、僕はね泥棒のエチケットじゃないですか。いやいや分かんないけど、ね、いやいやだからね僕はね、あの子供も分からないけどね、外人が分かんないんじゃないかと。紙でしょって言われたんだ、うん、とそういうんだよね。というのはね、日本のねこういう扉っていうのはね、全部そういう紙とかね、あるいはその店なんかも開放してますわな。ところが海外の外国のその戸っていうのは必ず頑丈にもう鍵まで閉めて戸でしょ。そこの違いがあるのね。で子供はこっちの方の戸っていうのはあんまり経験ないから知らない。でだん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 ね、まあ余談ですけどね、これはまあ外国流になって閉めるとね。でこの間ね、これはまあ地方議員なんか自民党の議員と超党派で行ったんだってね、うん、
俺たちはねそのルールがあるからね、入ってこないという、うん、平気で開けて寝てるっつうんだね。ああ社会党のやつが鍵かけあったって怒ってるんですよ。ほら、まあ、ちょっとだから社会党のやつのがそのなんていうの言ってることやってることは違うということを言ってるんだけども、その西洋的になっちゃったのかななんとふとね、本当今からねちょっとそんな感じ。疑心暗鬼だよね社会党 ね、人を疑う、うん、だから疑うっていうのは外面が全部敵であるという狩猟民族の発想になってきたのかなっていうね。ああ、うん、だから彼らの発想は狩猟民族であってね、うん、日本人的な発想ではないのではない、その部分だけですよ、その防衛論だけですけどね。あ、防衛論ね、これ何の話だったんだろう。なんだ全然分かってない。あ、そう、うん、あの話はまあいろいろ雑談でもいろいろ聞きたいんですかね、そのキャラクターの問題ね、うん、あの前に千夜一夜書いた時にジャンポール・ベルモントと何か一緒にしたキャラクターありましたよね、はいはい、あれそれぞれどっから来るんですか、どっから来るどっから絵が先に来ちゃう、なんつっていいのかな、まあわしから来たあれだとかいろいろあります。あれはね、ああいうのはね大体その出てきてそれで何をやるかっていう性格とかね、はい、行動とかで決めるんですよ。ああそうか、うん、だから顔はね たまたまその、あの時はジャンポール・ベルモントがそういう映画があったから、はい、まあ、くっつけようっていうんでくっつけた。それからそのハリウッドシステムを取ってるでしょ、はいはいはい、ケインシ君がいて、いろんなキャラクターね、ケンシ君がいて、はいはい、そのあれがいて、ひげおやじがいて、はい、ランプがいてっていうね、はい、あれはやっぱり映画の発想ですかね。あれは映画ですよ、映画よりもね、うん、芝居なんですよ。私昔芝居やったもんだから、うんうん、やっぱりその俳優をいかにね、うん、演技させて、うん、その舞台で持たせるかっていうね、うん、だから必ずそういうのはもういろんな役で出てくるわけでしょ、うん、はい、そうなんだ、私もね、で死んだらまた出てきたね、うん、私もそういうことやったことあるんですね。ちゃんとリアリティがある、リアリティを条件とする風潮の強い落語の場合は一切しませんがね、うん、時々ねコメディアンが集めちゃうんですね。八甲もコメディアン、隠居もコメディアン、うんうん、コメディアンがやってる。そうしないとねリアリティがない落語、例えばそのうなぎ屋なんてこんなのやっていくのね、これはゆりと俺がこうやってたらどうなるんだとかね、うんうんうん、そういうコメディアンにしてやる場合、ナンセンスにやる時がありますけどね。コメディアンばっかりどうでもないでしょ、一人もうクソ真面目なのにね、そういうことないですか。そうそうそう、だもちろんそうするんですが、ね、だからもう本当に横丁の親が一人真面目で、うん、はい、であとはコメディアン、コメディアン、あ、そうか分からんな、まあ本当にアトランダはどんどん行くんですけどね、はい、先生が割と可愛い子ちゃんたちの書いてましたよね、ジャングル大帝だとかそのサボテン君だとかリボンの騎士だとか、ああいう時にね悪徳、具体的に言うとホモであるとか、そういう発想ってないんですか一切。それ何、わしの心の中で、心の中で、心の中で、この男がホモだとかっていうこと、自分の心の中で、つまり悪徳を書かなくて俺はいいのかなっていうジレンマなんですか。いや悪徳書いて考えてますよそれは。でも書けなかったでしょ、みんな期待するのは。これでいくらぐらい儲かるとかね、原稿料いくらだとか、うん、これ悪徳じゃないですか。あ、そういう悪徳、そういう悪徳、いや、どういうこと、うん、あやっちゃおうとか、そういうこと、そう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 、ああ それだとか、その、あ、それはね、暗社会的な、暗モラルみたいな部分っていうのは浮かんでくる。それはあるね、それはありますよ。やっぱりいい女だなと思いながら書いてるとね、もう劇場を感じるですね、それ。でも劇場を出さないんですか、絵に。いや、だからしばらくもうね、しょうがないから、そのペンを置いてね、で畳の上ね、これがこんなことやってるわけ。いや何をね、いや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 、いや先生の話にさ、ディズニーがね、うん、先生が書いてあるでしょ、うん、ディズニーが漫画をいい子ちゃんたちがドナルドダックも書いて、ある日、うん、ポルノ作ったってんでしょ、うん、そうそうそう、そのつまりドナルドダックも ねピーターパンのなんとかって子供、うん、妖精、うん、あれとかね、だからもうセブンスのやつをアニメで作ったんですよ、うん、そういうのがね、裏で売ってるわけ、うん、あれ裏で売ってね、裏で売ることの金儲けなら僕分かるんだ、そうでなくて彼らの中で国策、ディズニーというのを通してね、アメリカの国策のためにやってた自分がこういう部分っていうのがそれがないのかってことで、先生あまりにも健康すぎて、後にバルボラだとかああいった人間超人体にどんどん出てきてるけども、いや、うん、だからそれはね、うん、あるから反発食ったでしょ、いい子たちのお母さんたちには。そうそうそう、あのジャングル大帝の先生がバルボラランド書かれたらたまらないみたいなもの、うん、いやセックスシーン書いてね、はい、それでデパートでそのボイコット食って、はい、本を突っ返されたことありますよ、はあ、うん、それあるんだけど、それと違うんだよね、それと違うの、うん、僕らはねやっぱりこう例えばこう書くでしょ、かわいいかわいいものならかわいいもの書いてね、だからこれはあなたが見ててごまかされてる、あ、その陰にそういう僕のその煩悩をね、やっぱりそのやってるかということは。そうですよ、僕らはね聖者じゃないから、やっぱりもう書いてるとにムラ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 いろんなものを持ってくる、
もう早くこれ書き終わってね、銀座飲みに行ってね、どうかしたいとかね、なんかいろんなことを考えるんですよ。で最後にね、私はまあ先生照れだけど、天才言ったらもう手塚治虫と書いたように、ミケランジェロ、ダヴィンチとしかないと。なぜならば天才っていうのは質と量を持たなければ俺は天才と認めないと、まあ、本にも書いてますがね、この落語の本にも。だから松本清張でも、もうネタがない、司馬太郎もない、吉川英治が生きてたらどう書いたか知らないけども、でも守備範囲の狭さから言ったらもうないと想像できると。あの守備範囲というか攻撃範囲の広さっていうのはね、でその天才っていうのは、いや、ね、やっぱり天才ってのは先生おちょこちょいなのかアマデュース・モーツァルトじゃないけど、いや、それもそれは関係ない。あのね、いや、そうだよ先生、おちょこちょいなの、ね、天才ってね、あのね、三大話なの、三大話じゃない、なんて言うんだ、三大話、つまりね、例えばアドルフに次ぐというのは、まずあの、ヒットラーが僕は好きでね、大好きなの、大ファンなんです。それからあの、神戸が好きでね、映画女の子が好きだと、でそれ3つくっつけるって話できるでしょ。できる、できるけどね、ただできるったってあれだけの内容を読ませるんだから、それそのぐらいのことはね考えると思います、他の人だって。それから三大話でなくても違う方法で、いや、あれだけね、たくさんなんていうか量をね書くね、そのあれはねないよ。それがあるんで僕はね、あるだから、その凄さね。だから他の人たちでも三大話的な発想でなくても量を増やさないと商売にならないから、枯渇したじゃ言ってらんないから、なんか考えるよ。麻雀だけ書いてるわけにいかねえじゃん、後から出てくるけどね、あのねそうそうなってくるとね、彼も考えると思いますよね。だよ、大きなものを書いてみよう、じゃあ抽象的にはね、時計を書いてみようと、時計屋の歴史を書くとか、時計屋の未来に書くとか、いろいろあるよ。だからそれに近いものはみんなあると思うんですよ。それを完成品にさし、完成ってストーリーにこしらえちゃってね、ちゃんと読ましちゃう発想っていうのはね、このものすごさをね、あの過小評価って言ってすみません、過小評価に対するね、先生悠然として何でもねえんだよな。悠然としてないよ、今はこれ楽だから、こういう話だから。 いやだけどね、わしのね書いてる時の顔見てくださいよ、今度ね1月にね、私の書いてるとこの顔がね、ドキュメンタリーで出んの、テレビに。その顔見てください、もうすごいから。でもね、例えば漫画特本で先生がね、何人目かに賞もらったよね、漫画賞をね、よく出てくよ。俺が手塚治虫なら冗談言うな、ブラボーも俺を誰だと思ってやるんだこの野郎って言うよね。もらっていませんか。いけないんじゃないんだ、もらえるその素直さというかね、そのそれはもらったものはもらうでしょ。いや、それもね、そうだけどね、そこにもらうものは俺はもらっとくんだという、そういう意識すら他に人に見せないもん。先生は喜んでもらってるみたいだもん。喜んでる、喜んで、見たいって、見たいはいらない、喜んでもらってるんだ、喜んでる。それがわからないの、我々凡人には。だからものすごいんじゃ、もう。あ、そうですか。俺ならやっぱりそこにね、あの変なプライドとかね、いろんなものが蹴っ飛ばす、蹴っ飛ばす。だって私はね、露骨に言うとね、文化庁の第1回の文楽賞があるし、お前ら大衆芸の、当然文藝春秋に書いたんですけどね、当然新人賞は私に来ると思ったわけですよ、まあ、もらうという行為っていうのはまた全然違うらしいけどね、いろいろ葛藤があってね。だけどそれで私のプライドを傷つかずに一切も参加してないです。だから私がもらってないっていうのは、これちょっと今のレベルから言って私の実力から言ったら珍しい例なんですよ渡す方はいいんです。渡す方は知らん、参加しねえから。今日なんか渡すんでしょ、一番。あ、江崎先生がね、こういう遊びはいいんですよ。あ、それはいい、遊びはいいんですけどね、そこで位置づけられちゃう自分に対してイラ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 してるんです、私はね。これは私ばかりじゃない、皆さんもあると思いますよ。いや、それがね、こんなに偉くなったのがないっていうのは、俺ね、これは分からねえんだよ。いや、だけどね、野垂れ死にするよ先生と。いや、だから師匠がね、前にほら僕のことをね、その土管の中で、なんだっけ、土管の中でなんかディオゲネス、ソロモンとディオゲネス、ソロモンとディオゲネスの話をして、はいはい、手塚さんは土管の中に入った方がいいって言った。そうだから僕はね、そうじゃなしに土管を僕壊して暴れたいのよ。それはわかるでしょ。つまりね、とにかくそういう、つまり何か入ってね、収まってしまうって大嫌いなの。でも今まではだって土管をぶっ壊して暴れてたんじゃないんですか。今もこれからも暴れるんだよ。いや、暴れもぶっ壊します、ね、だけどね、そのつまり土管の中入って悟って、それで俺はっていうような形が嫌。ああ、そうか、それが嫌か、それが嫌。じゃああれも土管を破ってる行為なんだ。そうあれもらいに行ってんのも。で、後でそれはね、二度と見ないのよ、もらったら。どっかバンってやっちゃうわけ、どっか捨てちゃう、全然。それは私もしなきゃいけない。いや、それはだってもらわないっていうんだから、その前のね。いや、でもなんかもらってくれた場合どうしますか、それ。俺はおそらくもらう。
もらったとしてもすごくいやいやもらうのを顔へ出すだろう ね。それでそれで後でニコッとしてこうしないしないしないよ。ニコッとするくらいならもらう。そんなひねくれてはない。ニコッとするくらいならありがとう。だからその時もらう時、嬉しい時はとっても嬉しく、ありがとう、本当ありがとうと言いますよ、うんうん、例えばジミーの今日歌聞かせてくれてありがとうと、お前の歌俺の歌歌ってくれて本当にありがとうって言いますよ、ね、いや何かと、ね、私が例えば師匠にね、いやもう本当に師匠の落語を聞いても私はもうね、もう心が洗われると、うん、これはもう私の感謝状だって言って渡してもらいます。もらう。そうでしょ。やっぱり嫌ながら。うん、ほら、だから先生好きだもん。あ、そう。それだからすごく甘めちゃうんだね、この人。うん、そう。だからね、小島佐次郎さんが言った、君はね、僕が君を褒めるとすぐ話題をそらすねって言ったけどね、それにしてもね、一回かもらうけどね、あんまり喜ぶとね、先生、勘弁してください、二人きりのところでやりましょうよっていう。ああ。うん。ああね、1回なら、うん、ああそうか、でその時に最終の場でそういうあれするのは照れちゃうんだ。照れない、そうそう、照れない、ね、だから照れが天野ちゃんだから。師匠照れるんですか。大照れだね。そういう意味で佐藤栄作さんってものものすごく照れる人だね。だからそういう意味で面白いですよ。だからね、私はね、初対面で感じの悪いやつってのはね、中島さんは照れないね。あれ照れない、うん、顔だ逆に出すね。照れないね、あの人はものすごいわ。皆さん知ってるのは、一回ね、バーへね、連れてったんですよ。ばったり会ったから、大臣の時にね、ちょっと一杯飲みましょうって、そこへね、内藤陳だとかね、こうパーキンソン病だった影響だとか、いろいろわけね。そうしたら、いよいよ皆さん、これはこれは長曽根でございますって言うの、これ。いつ頃の話?10年ぐらい。あ、10年ぐらい前ね。ね、当時、まあ、なんだっけ、大臣ですよ。借款法なんかやったんだから、何になるのかな、あれは。科学技術庁かな。違う、まあ、その、まあ、でね、いよ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 、皆さん、私、もう、よいしょの長さね、金がないから、よいしょ専門ですよ。ここでね、いよ、この間、松岡先生が質問をして、私が答えた、あの時は国会が渦巻いて、牛子相打つ、よよよ、なんて。これね、これ驚いた。あ、それでね、その話をしたら、たまたま私の友人がね、みなかみの奥でタヌキのお宿っていうね、まあ、その旅館やつ、そしたらそうなんだって、風呂へ入ってきてね、背中下ろう背中下ろうって言うんだ、大臣ですよ。はあ、まあ、それは選挙区には違いないけどもね、いや、まあ、そう言うなよって言って笑ってんの、そら、ものすごい。ああ、旅館で。うん。それで私が昔インタビューに行った時にね、なんぞて言うとね、いや、君の意見もさらし、僕の意見もいいだろう、足して2で割ろうと、あればっかり。ああ、そういうこと今でも言ってるしな。そうよ。だからね、私はね、その余計な、これは本当に余計なおせっかいなんですけどね、手塚先生のそのおおらかさ、むしろこれ一方的なんですよ、おおらかさに以来、今おおらかさがあるから来てくれたんだから、これちょっと二律背反してるのかもしれないんですけどね、おおらかさにイライラとね、それからね、俺にやるないけど他人にやるなっていうことね、やきもちだね、手塚先生。それとあとはね、こんな素晴らしいものが漫画という名のもとにおけるね、評価がもしあれだとしたらね、俺えらいあれ ひどい状態だと思う。うん、もういいよ、もういいよ。だから先生にもやっぱり照れてらっしゃるからね、これもいないところで言うべきなんですけどね、あの量の凄さ、うん、まあとにかく、まあ、お互いに一つ引っ張っていきましょう、これはね、ちょっとぶち壊して、はい、僕はもう本当にね、大師匠がね、もうこういう回でね、もうとにかく全然そのあれでしょ、もうそういう他のものをね、ほったらかしてね、とにかくバッとこういう一つのイベントをやられるっていうのはね、すごく嬉しいからね、堂々ついてきますから。参加してくれると言った時はね、見事に何の抵抗なくいつでもしてくれると。からもう一人はノックさん、おお、弟子になる弟子になる弟子になる、あの凄さもね、やっぱあれでしたけどね。どうも先生、本当に今日はどうもありがとうございました。